電気パーツクリーナーとか、まあ、脱脂するやつ、まあ、脱脂するやつですね。で、拭いてあげると綺麗に落ちますんで、このウェザーストリップの油がついちゃったんですけど、ちょっと待ってくださいね。汚れちゃっても焦らず、まあ、ブレーキパーツクリーナー、まあ、脱脂するような、素材でやってみてどうでしょうか。多分色落ちしないと思うんですけど、今のところ色は大丈夫ですけど、ちょっと1週間後にもう一回見ときます。一応目印しときましょうか。1週間後ちょっと状況見てみます。1週間後と言ってましたけども、あれから1ヶ月経ってしまいました。じゃあ 1ヶ月経った状況です。こちらですね。シミ等は確認できません。あとは、この辺もついてましたけど、綺麗に取れてます。ブレーキパーツクリーナーで取りましたけど、綺麗に、取れています。また、シミも発生してません。ので、もし、グリス等がついてしまった場合は焦らずにブレーキパーツクリーナーで取ると綺麗に取れます。以上、ソーダチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。